あの外に巨人たちが。今回はどんな巨人に会えるかな。君がエレンだね。大丈夫？変わりない？私は調査兵団で分隊長をやっているハンジ・ゾエ。明日の実験にはエレンにも協力してもらいたい。その許可をもらいに来た。実験ですか？俺が何を？それはもう最高にたぎるやつをだよ。じゃあ実験していいよね。憎しみを糧にして攻勢に出る試みはもう何十年も試された。私は既存の味方と違う視点から巨人を見てみたいんだ。空回りに終わるかもしれないけど、でも私はやる。こんにちは。お腹すいた？大丈夫だよ。お前を痛い目に遭わせたりしないから。本隊長、ワイルドすぎます。それで得る情報がたとえどんなにわずかだったとしても決して無駄ではない。いつの日か必ずや人類の反撃の糧となるものであると私は信じる。何か引っかかる。調べる必要が。これはただの意志じゃない。あれはたまたまあそこだけにいたの？それとももしそうじゃなきゃ。これ本当に全部塩水なの？この世界の状況は複雑すぎるみたいなんだよね。一生天敵に怯えてネズミのようにこそこそ生きてくぐらいなら命を投げ打ってでもその天敵に一矢報いてやろうと。あいつらなんだよ。何言ってんの。調査兵団は未だ負けたことしかないんだよ。地下室には何があるのか知りたければ見に行けばいい。それが調査兵団だろう。これこそが元より我々に課せられた仕事という。調査開始だ。とんだ大博打だったな。ああ、でもエルヴィンたちだけじゃない。一人一人の選択が世界を変えたんだ。次の調査兵団団長がハンジーゾエ。お前調査兵団を任せたぞ。総員戦闘用意。一斉にかかれ。今だ。行かしょ。我々壁内人類は未だ極めて危険な状態にあります。我々が相手にしていた敵の正体は人であり文明であり、言うなれば世界です。順番だ。こういう役には多分順番がある。役を降りても誰かがすぐに代わりを演じ始める。頑張れよハンジ。私はジークの作戦を完遂するとの決断を下した。全ては私の責任。心臓を捧げよ。俺は私の判断だ。君のは判断材料。君は我々を信頼し、我々は君への信頼を失った。イエーガー氏がもたらした勝利により我々の未来は開かれた。ハンジさん、あなたに何ができるって言うんですか？教えてくださいよハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。エルヴィン、あんたの唯一の失策だ。ハンジ団長、なんで私なんか団長にしたんだよ。多分順番が来たんだ。自分じゃ正しいことをやってきたつもりでも、でも私はまだ調査兵団の団長だ。分隊長、大丈夫ですか？ハンジさん！人類の自由のために心臓を捧げた仲間が見ている気がする。大半は壁の外に人類がいるなんて知らずに死んでいった。だけどこの島だけに自由をもたらせばそれでいい。そんなケチなこと言う仲間はいないだろう。状況は絶望のどん底なのに、それでも希望はあるもんなんだね。虐殺を止めることができるのは今しかない。顔の見えない相手なんかを信用するわけにはいかないからね。だから会いに行こう。わからないものがあれば理解しに行けばいい。それが調査兵団だろ。我々はやるしかないんだよ。みんなで力を合わせようってやつを。誰が想像できただろうか。私たちが火を囲んで食事するなんて。確かに君の言う通りだよフロック。でも諦められないんだ。今しか今日はダメでもいつの日かって。ハンジさん、なんで巨人を前にして
そんなに陽気でいられるんですか。お、見つけた。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。ピーク、ぜひ今度車力の巨人の背中に乗ってその体温を感じながら。嫌です。何ですか急に気持ち悪い。相変わらず巨人とは片思いのままだな、クソメガネ。ねえリヴァイ、みんな見てるかな、今の私たちを。死んだ仲間に誇れるかな。やつみてえなこと言ってんじゃねえよ。みんなをここまで率いてきたのは私だ。大勢の仲間を殺してまで進んできた。そのけじめをつける。わかるだろうリヴァイ、ようやく来たって感じだ私の番が。今最高にカッコつけたい気分なんだよ。このまま行かせてくれ。心臓を捧げよ。君が言ってんの初めて聞いたよ、ハンジさん。やっぱり巨人って素晴らしいな。それはマガトも分かっていた。だが彼は命を落として私たちを先へ進めた。さ、頼んだよオニャンコポン。任せてくださいハンジさん。今だ。それでも前に進まなきゃいけない。それはレベリオやマーレのためじゃない。虐殺はダメだ。これを肯定する理由があってたまるか。名も知らぬ人々を一人でも多く救えと私たちに託すため。飛行艇は飛び立ったよ。ハンジ、お前は役目を果たした。エルヴィン、みんな、まったく団長なんかに指名されて大変だったよ。エレンのバカがさ。ああ大変だったな。ゆっくり聞くよ。うん。